何かいつも不安、ついてない、うまくいかない、気づけば口にしている、でもどうせ、時に思う、ここまでかなって、心配ない、大丈夫。誰もが羨むようなポジションの人たちも同じ時が必ずあったから、今からここから始められる。昔々引き出しにしまった夢のファイルをもう一度開いてみよう。さあ自信を持とう。可能性の壁、コンプレックス、そんな思い込みを捨てた時、見えてくる自分もなかなか捨てたもんじゃない。壁に当たって止まる人、立ち上がる人、違いは悩むほど難しい話ではない。実にシンプル。自分の価値を知るか知らないか、自分にこう言えるか、大丈夫、俺ならできる。そう、キーワードは自信、コンフィデンス。成功する人は特別、有名人はオーラがある、金持ちは雰囲気が違う。何が違うか、今の自分より少し自分を信じる力が大きいだけ。信じれる根拠を築いたことで、人より胸を張って行動しているだけ。自信を持てば環境は変わる、環境が変われば現象は変わる、努力をすれば報われる。そこには欠けてるプロセスがある。努力をすれば自信を持つ根拠ができる。自分にはできるはず、自分は頑張ったから結果は出るはず。そこから生まれた自信が結果となる。本当に自信を持つことは自分の価値を見出すこと。自慢もいらない、見栄もいらない、無謀な行動に出ることもない。自信が持てないとそう感じたなら、まずは持ってみよう。生まれたこと、父と母に育てられたこと、その消えることのない事実への揺るぎなき感謝。世代でつなぐ感謝とリスペクトの継承。受け継がれた、託された未来へのバトンは、今を生きる価値、自信への根拠。お金持ちになりたいと思う前に自信持ちになれ。モテたいと思う前に自分を好きになれ。私と一緒に学んでいきましょう。自分に何ができて何ができないか、その上で自分自身の唯一無二の価値を知った時、自信と誇りという最高の財産を手に入れることになる。 Have a confidence and get over。 今から、ここから。